ダリネゴルスクの師匠。名産の水晶をあしらうダリネゴルスクの冬、ダリネゴルスク中心部鉱山町手中へダリネゴルスク、A、ダルニコセック、中、トールリ、クロツチカシカかつは、ロシアの極東部、沿海地方のダリネゴルスク地区に属する町。人口は2002年国勢調査で4万69人の高校業都市で、沿海地方東部の日本海側では最も大きな町である。 かつては、手中ヘといった。1860年の北京条約までは、沿海地方は、清の領土、外満州であったため、多くの中国語由来の地名が残っており、手中ヘも中国語、やチョガを転じた名称である。手中ヘは、シベリア抑留や、気象通報などによって、日本でもよく知られていた名称だった。1972年、1960年代から、 深刻化した中蘇対立の影響により、中国語、満州語由来の地名をロシア語地名へ解消する政策の一環として、現在の地名に変更された。日本海から3 0トルほど、四方手ありに山脈山中に入った場所で、ルドナヤ川が流れている。最寄りの港は、ルドナヤ川の河口にある、日本海に面したルドナヤプリスタニで、3 5トル離れている。 沿海地方の最大都市、ウラジオストクなどからの路線が就航する空港がある。ウラジオストクからは道路で5 1 7トル最寄りの駅は1 9 8トル離れたチュグエフカ。冬季は大陸内陸からの乾いたモンスーンが吹きつけて玄関となるが降雪はそれほど多くない。逆に夏季は日本海からの風が山地に吹きつけて30度を超えることは、 ほとんどないもののタウタ室となり日照時間も少なくなる。集落の設立は1899年。スイスからの移民であったユリウス・ブリンナーという人物が、テチューヘ川沿いのこの地に、鉛と亜鉛の鉱山を設立した。息子のボリス・ブリンナーが1931年まで鉱山を所有、管理しており、ソビエト連邦の中でも最後に国有化された鉱山の一つである。 ウラジオストクで生まれたボリスの息子、ユルブリンナーは後にハルビンからパリへ渡り、第二次世界大戦後アメリカで有名な映画俳優になった。1930年にテチューヘは都市型集落へと昇格し、1972年にダリネゴルスクと改名された。1989年に市政施行されている。地元のほとんどの市民は JSC ダルパラメトルと JSC ボートの2社で働いている。1897年に工業で創業を開始したダルパラメトルはロシアで生産する鉛の58%を占め、生産量の3分の2を日本、韓国、中国へ輸出している。1965年に設立されたプリモルスキー工業は生成された放送などから洗剤などを製造し、 その他にこの地方で見つかる特徴ある水晶やホタル石、片塩鉱などの鉱物を標本用として高い技術で採掘して商業化し、生産量の4分の3ほどをイギリス、イタリア、フランス、日本、オーストラリア、韓国、中国などアジアやヨーロッパ諸国に輸出、世界の多くの鉱物市場やミネラルショーなどで取引され広い層に陳徴されている。某は、 ロシアで成功した40の企業のリストに掲載された。しかし一方では、大気汚染など、重金属による環境への影響も深刻であるとして、ブラックスミス研究所は、ルドナイアプリスタニを隣接するダリネゴルスクとともに、地球上で最も汚染された10カ所の一つに挙げた。しかし、ロシアの環境 NGO はこのリストには疑問があるとしている。ダリネゴルスクは、 工業都市であるが、ボグラニーチヌイ地区の90%は、朝鮮御用や、紅葉樹に覆われた多くの生物の住む山林地帯であり、エコツーリズムの可能性を秘めている。ダリネゴルスク近郊のイズベストコバヤさんは、1986年1月29日に、光の玉が目撃され、UFO が墜落、または着地したと称される、611、 高知 UFO 事件の起こった場所である。マイニングヒストリーオブザタウンアーカイブド2007年8月8日、アットザウェイバックマシン、オンザウェブサイトオブダルニコセックハット http コロンスラッシュスラッシュ www.ufoarea.com スラッシュ crashes1986 シベリア、html611 高知事件に関する。 p a ジ u f o r e a c o m h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.unexplainable.net スラッシュアルトマンスラッシュパブリッシュスラッシュアーティクル 864Shtml1994 年のプラウダの記事ありがとうございます